はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日は気になる相手の電話番号を推測する方法というテーマでお送りしたいと思います。こちらはですね、ソーシャルハッキングを用いた電話番号の推測方法になります。はい、こんなくだらないネタですけれども、何をするかというとですね、まあ、気になる人がいて、その人の、まあ、携帯番号を推測してみたいという時にどうやって推測するかという方法ですね。はい、必要になるのがですね、携帯番号占いというものです。はい、でこの携帯番号占いというのがですね、どういうものかというと、まあ、占い師さん、シウマさんというんですかね、そんな方がいて、携帯番号占いというのをやっているそうなんですね。なので、まあ、その携帯番号占いを、まあ、使うわけではないんですけれども、携帯番号占いを、まあ、するよという体でですね、相手の番号を聞きうまく聞き出していこうというものです。はい、でまあ、この携帯番号占いに関しては今回は取り扱いませんが、まあ、気になる方は調べてみてください。なんかこの合計値ですね、下4桁を足した数字で、まあ、占いを行うそうなんですけれども、まあ、そこら辺の占いには全く興味がありませんので今回は飛ばしておきます。はい、では、番号推測の方法ですね。まずは携帯番号占いができますよという体でですね、相手に番号を聞き出します。ここではですね、進化した携帯番号占いを行うよという体で、まあ、聞き出すということですね。通常の携帯番号占いは下4桁だけしか聞かないので、それだと、携帯番号足りないですよね。なので、上4桁も、組み合わせて聞いてみるということで、まあ、うまく聞き出そうということですね。はい、番号を聞く手順ですが、まず、090とか080とかその後の4桁4桁の部分、上4桁と下4桁、それぞれの合計値と末尾の値ですね、これを聞きます。だから4つ数字を聞くことになるんですね。はい、で上4桁の合計値と末尾、下4桁の合計値と、まあ、末尾を聞きます。はい、まあ、一応占いの体なので、まあ、占いの結果ですね、適当にあなたはこういう運命の人ですとかですね、まあ、どこかにメモ帳とかにメモしといてですね、その合計値の、まあ、相手の運勢を答えてあげると、まあ、真面目に答えてもいいし、まあ、適当に答えてもいいんだろうと思います。はい、まあ、あとはですね、上4桁でラッキーから下4桁で、まあ、開運グッズ的なものを、別途答えてあげるという体でやると、まあ、うまくバレないかと思います。はい、で、まあ、肝心のところはですね、まあ、この数値4つを聞くというところなので、まあ、この合計値とですね、末尾を使って、全体の番号を推測していくということになります。はい、そして、聞いたその数字からですね、電話の一部を推測するコードがこちらになります。例えば、下4桁の合計値が30で末尾が3だよみたいな感じでうまく、相手から聞き出せた場合ですね、その場合は組み合わせの中からですね、うまくこの合計値が30で末尾が3になるようなですね、組み合わせを探してあげるということで電話番号を推測することができます。はい、まあ、一応ですね、組み合わせなので、まあ、イテツールズを使ってですね、まあ、関数化してあげて、この合計値30で末尾が3みたいな感じの条件に該当する数値群をですね、まあ、リストアップするという関数をまあ作ってみましたので、まあ、こいつにですね、ぶち込んであげると結果こうなりますね。合計値が30で末尾が3だよって言った場合はもう、おのずとですね、相手の電話番号の、まあ、下4桁ですねは9993ということで確定するよみたいな感じですね。はい、まあ、自分の場合もやってみたいと思いますけれども、自分の場合は末尾の合計値が15で、まあ、末尾の番号9なので、まあ、これでですね、いくとですね、まあ、結構いっぱい出てきちゃうんですけど、まあ、こんな感じにですね、推測することができます。はい、僕の携帯番号の下4桁の末尾、この中リストにありますね。はい、ということで、まあ、合計値の組み合わせの数は、まあ、どれぐらい存在するかというものなんですけれども、まあ、基本的にですね、下4桁、合計値みたいな形で聞き出すとですね、
こんな感じの組み合わせになってきます、はい。数字の合計値としてはですね0から36まであります。なので一応占い上もですね0から36まで、37通りのですね、まあ、占い結果のパターンがあるので、まあ、それを覚えておくと、うまくごまかせるんじゃないかなと思います。で一番組み合わせが多いのはですね18ですね、はい。18になると組み合わせの数が600いくらになってくるので、まあ、これでですね相手の方からですね相手のこの下4桁推測の結構きついっていう感じになりますね。ただ、正規分布になっているので、まあ、5以下とかですね、30以上みたいなところっていうのは結構少ないですよね。ここら辺がまあ穴場になってくるというような感じですね。まあ、うまく聞いてみてですね、18とか言われちゃった日にはもうアウトかもしれませんが、まあ、32とかですね、そんな感じで答えてくれた場合にはかなりラッキーですね、はい。ということで、まあ、合計値ですね、上4桁と下4桁やって、まあ、うまく組み合わせていくという感じで推測していけばですね、運が良ければ結構一発でですね相手の番号にたどり着ける可能性もあります。はい、ということでまとめになりますが、まあ一番最初の問題はですね、話術ですね、まあその合計値を聞き出せる占いができるかできないか、まず占いができないとダメなんですよね、はい。そこの数字を聞き出せないと、この推測方法は成立しませんので、そこは頑張ってください。合計値が5以下30以上の場合はですね非常にチャンスがあります。13から23あたりの場合はですね結構きつめですね、組み合わせの数が多くなってしまうので、ちょっと推測するには組み合わせ数が多すぎる可能性があります。18が一番多いので18って答えられてしまった場合はまあ諦める方がいいだろうと思いますが、まあ、さらにですね、占いの結果をですねより良くする方法として末尾に行けたを教えてもらうとかですね、そんな感じでいくとさらに、番号を絞り込むことができるので、まあ、勝てるかもしれません、はい。ここら辺はですね、まあ、うまく話術を磨いていけば、身につくということになります。まあ、占いを使ってですねいろいろ何かするっていう、まあ、いろいろなソーシャルハッキングの方法があるわけなんですけれども、まあ、自分はよくやってますが、まあ、これが使えるか使えないかは、試してみないと分かりませんので、興味がある方は試してみてください。本日はですね気になる相手の電話番号を、まあ、占いを使って推測する方法というものをお伝えしました。今日はここまでです。それでは。